三重県の志摩スペイン村に早くもクリスマスツリーが設置されました。パーク内のエスパーニャ通りに登場したこのクリスマスツリーは高さが7メートルあり、今日夕方にイルミネーションが灯されました。時期がとても早くって季節を先取りっていう感じがします。クリスマスが楽しみでワクワクします。サンタさん何持ってきてくれると思いますか？おもちゃ。また広場もクリスマスリースなど様々な装飾で彩られていて、一足早いクリスマスムードに包まれています。志摩スペイン村では今日からクリスマスの来月25日までパーク全体がおよそ20万個のイルミネーションで彩られます。